先ほどスタジオでも実験した手に持っただけの蛍光灯、もう一度電磁波を当ててみよう。この発光現象は大地震の前に多数報告されているのである。蛍光灯がついたり消えたりしたり場合はですね、炭素が倒れてくるようなとこ、自分が寝てないかどうかはですね、安全なところに布団を動かして寝ると。